はい、頼れる福祉ですね。次は、最初は妊娠障害者鉄道バス利用料金助成事業ということで、ちょっと名前長いですけれども、簡単に言うと障害のある人たちがですね、タクシー券とかに加えて IC カードなどでも、公共交通機関を利用できるようにするような形で新しく整備をしていきます。それから居場所づくり支援事業というのは、これはさまざまな困難な状況を抱えている子どもたちが、なかなか今居場所がないという課題がありますので、今もすでに、作っていますが、それをさらに拡充させてですね、やはり子どもが安心していられる場所を、少しでも充実させていきたいと思っています。高齢者等買い物支援事業というのは、これは今周辺市街地で特にですね、かすみさんのですね、買い物バスが回っていただいていますが、非常に好評ですので、それをきちんと継続してですね、地域の皆さんが、必要なものを買いに行けるような環境をちゃんと整えたいと思っています。生活困窮者自立支援事業というのは、これは生活保護というのがよく言われますけど、そこに至る前にさまざまな形での支援をできるような制度をですね、新しく作る部分と拡充する部分があるんですが、やることによってやっぱりサポートをですね、早め早めにできるようにしていこうというようなものです。それから生理用品の配布事業というのは、これは生理の貧困ということがコロナの時に大きな社会課題となりましたけれども、今中学校などではその生理用品の配布はもう行っているんですが、それを大人にも広げていくような取り組みです。それから重度障害者就労支援特別事業という、ちょっと名前これも長いですけれども、簡単に言うと重度の障害がある人がですね、仕事をする際に、今はなかなかその介助に対してですね、サポートする予算がなかったんですが、それをつけることによって重度の障害があってもですね、働きやすい環境を整えていくというものですね。すごい大事だと思っています。子どもの学習支援事業、これはもう多くの皆さんに青い羽という形でご支援いただいていますが、無料の学習会であったりですね、それに紐づいて子どもみんなの食堂という言い方をしてますが、などもありますが、子どもたちがその親の経済状態に関わらずですね、学べる環境を作っていくということ。それから、これはコロナに罹患した方やその家族の方にですね、物資を届けるという事業で、なかなかこれはもう県ですね、保健所も追いついていませんので、もし独自に去年から始めていますが、今後もこれはまだ感染続いていますので継続をしていくと。それから PCR 検査、これもですね、つくば市独自で去年から始めていますが、市民は1000円で受けられるような検査事業を今後も継続をしていきたいと思っています。それから犬猫のマイクロチップというのは、なかなか迷い猫、迷い犬が多くなってしまう中で、マイクロチップを装着を補助することによってですね、そういう、いざ迷子になってもちゃんと見つけられるようにしていくようなですね、そういう仕組みです。はい、以上ですね。